ポルシェ962は1984年にポルシェがインスタ GTP クラス用に開発、制作したプロトタイプレーシングカー。グループ C レギュレーションで行われていた WEC 用に開発、制作された 962C と共に1980年代のスポーツカーレースにおいてポルシェに多くのタイトルとビッグイベントでの優勝をもたらした。 ポルシェ956のインスサ GTP 使用者。FIA グループ C とインスサ GTP の車両規定は似ていたが、安全性に関する考え方が異なっており、グループ C 用の956はインスサ GTP のフットボックスレギュレーションを満たしていなかった。このためインスサ GTP の規定に合わせて956の軸強 120mm。 長い 2770mm に伸長し、そのスペースをキャビンに当て、フロントバルクヘッドやサスペンション取り付け位置を再設計した。エンジンは、インス a GTP のレギュレーションに合わせて、最一ー2バルブ、シングルターボエンジンで、デビュー当初は、排気量2.87リットルの962-70型を搭載していたが、 1985年からは3.16リットルに排気量を拡大した962-71型が、1987年には排気量3.0リットルの962-72型をそれぞれ供給した。製作台数はワークススペックが1台、カスタマースペックがモノコック製作数ベースで17台である。 ダイソンレーシングのポルシェ962-962はワークスにより1984年インスタシリーズ開幕戦デートナ24時間でデビューした予選でポールポジションを獲得したがレースはギアボックストラブルでリタイアしたワークスによるインスタでの活動はこのデートナ24時間のみで以降の活動はカスタマーチームに委ねられた インサ GTP において主力チームとして活動していくことになるホルバートレーシングとエンジンチューナーのアンディアルはポルシェに対し962をアメリカのサーキットにあったトルク重視のセッティングで開発、製作することを求めていた。しかしデートナに現れた962はパワーと最高速を重視したマシンであった。 ホルバート・レーシングとアンディアルは共同でトルクとダウンフォースを重視したセッティングで962を開発していくことになった。インサシリーズ第5戦、リバーサイドからカスタマーチームによる活動が始まり、第6戦ミド・オハイオで初優勝を記録。1984年、962は14戦に出走し5勝を挙げ、マニュファクチャーラー、タイトルで2位に入った。 1962は、翌年からインサ GTP で圧倒的な強さを発揮し、1985年は1 7戦1 2勝、1986年は1 7戦1 3勝、1987年は1 6戦1 3勝を記録し、マニュファクチャラードライバーの両タイトルを3年連続で獲得した。1988年、日産 GTP。 ZXT が8連勝を含む9勝を挙げ、インスサシリーズを支配するようになった。962の戦闘力に、陰りが見え始め、優勝回数は3回にまで減った。マニュファクチャラータイトルこそ防衛したものの、ドライバータイトルは、日産のジェフ・ブラバムが獲得した。インスサはシーズン中盤になって、ポルシェユーザー救済のためツインターボエンジンの使用を許可し、 962C がインスサ GTP にエントリーできるようになった。1989年になると競争力の落ちた962、962C のエントリーは減少したがバスビーレーシングが日産、ジャガー、トヨタ相手に古群奮闘、開幕戦のデートな24時間優勝を含む2勝を挙げた。1990年 前年最も,も強力なポルシェユーザーだったバスビーレーシングが日産 GTP ZXT にマシンを変更しその他のポルシェユーザーも 962C で活動するようになり962のエントリーは減少していった1985年からグループ C の安全規定はインサ GTP に準じたものに改定された これに合わせてポルシェは962にツインターボエンジンを搭載した 962C を開発、製作した。962C の製作台数はワークススペックが14台、カスタマースペックがモノコック製作数ベースで60台である。カスタマースペックがモノコック製作数ベースなのはポルシェ956からポルシェ 962C への アップデートサービス用として交換用に制作されたモノコックが6台、ワークスポルシェ 962C のスペア用に制作されたモノコックが10台、カスタマー向けスペア用として制作されたモノコックが4台、テスト用モノコックが2台が含まれているためである。ポルシェ935-82型、エンジンポルシェ935-83型エンジン962、 C に搭載された DOHC4 バルブ水平対向6気筒ツインターボエンジンは空冷エンジンをベースにヘッドのみ水冷とした空水冷の935-82型と全水冷の935-83型の2種類があるエレクトリックコントロールユニットは935-82型、935-83型とも ボッシュ製のモトロニックを使用している。フロント17イン、リア19イン系のタイヤホイールに対応し、それに伴う新しいリアサスペンション、新しいボディカウルを組み合わせた。ポルシェは956時代から、デュアルクラッチトランスミッションの PDK を搭載したマシンを実験的に投入しており、1984年のイモラ1 0 0 0トルで、 初めて実戦投入し、962にマシンを切り替えた後も、実戦でテストが続けられた。当初は、MT 仕様より 40kg も重く、ギアシフト時のタイムロス減少等 PDK 仕様のメリットを総裁していたが、1987年には、ケーシングをアルミニウムからマグネシウムに変更し 15kg、重量軽減され、油圧システムによる、 パワーロスが減少されたものが使われるようになった。1986年のルマン24時間レースにも出場し、モンツサで行われたレースでは優勝も記録している。その後もドイツ国内のスプリントレースに出場するも1987年のワークステッタイカートプロジェクトの指導に伴い開発を中断せざるを得なくなった。しかし、 PDK の技術は十数年後、フォルクスワーゲン、アウディの DSG などに転用され、さらに2008年発表のポルシェ997、後期モデル等のモデルからその名も PDK となる、デュアルクラッチトランスミッションが搭載されている。 ポルシェ962から001ポルシェ 962CK6 ポルシェ 962C ダウアー 962LM ワークスポルシェの 962C ポルシェは WEC の新レギュレーションに対応した 962C を開発、製作した。ワークスと一部のカスタマーチームが 962C で WEC に参戦した。ワークスは 第4戦のルマン24時間を落とすも10戦中6勝を挙げて、チーム、ドライバーの2冠を獲得した。また、クレーマーも第2戦、モンツァ 1000km で優勝した。ポルシェは956の1勝を含め10戦中8勝を記録する活躍だった。ルマン24時間レースで、ポルシェワークスは、モトロニック MP1.2 のセッティングミスから要子と、 RLR の956に次ぐ最高3位に終わった。インターセリエには 962C で参戦するチーム、ドライバーはなく、DRM でも第7戦、ノリスリンクデクレマーから、マンフレッド・ヴィンケルホックが一度参戦したのみで5位に終わった。1985年の JSPC には、アルファノバから一台の 962C がエントリーした。 アルファノバ 962C は956を使用するフロム A ノバ、トラスト、アルファキュービックらを抑えて参照を記録、高橋国光がドライバータイトルを獲得した。ブルーンモータースポーツの 962C1986 年から WEC はスプリントレースを含めたシリーズとなり WSPC として開催されるようになった。ワークスは開幕戦。 モンツァ 360km、第3戦、ルマン24時間で優勝し、ブルンも第6戦、ヘレス 360km、第8戦、スパ 1000km で優勝した。チームタイトルはブルン、ドライバータイトルはデレック・ベルが2年連続で獲得した。ポルシェは956の3勝を含め、9戦中7レースで勝利した。 1986年のルマン24時間を走るワークスポルシェ 962C。このマシンは 4972.731km を走って優勝した。1986年のルマン24時間レースにはポルシェワークスは935、82型エンジンを2.86リットルに拡大して臨み、 力をつけてきていたジャガー XJR-6 やザウバー C8 との高速戦に多数のリタイアを出しながらも1位、2位を独占した。この年は初参戦の日産関係者が24時間のスプリントレースなのかと呆れるほどの高速ぶりで、ジャガーもメルセデスも全車リタイア、ポルシェだけで8位以外のベスト10を独占している。 インターセリエでは956税が強く、962C ユーザーではクレマーのヨーガルトナーとオルター・ブルーンが、それぞれ1勝を挙げたにとどまった。一方、スーパーカップでは、ワークス 962C に乗るハンス・ヨアヒム・スタックが2勝を挙げ、タイトルを獲得した。南アフリカで開催された、キャラミ 500km では、ブルーンのヨハン・マス。 ティエリー・ブーツェン組の3位が最高順位だった。前年に続いて、アルファ・ノバノミが 962C を使用し2勝を記録。同じく2勝を挙げた、トラスト956を抑えて、高橋国光が2年連続でタイトルを獲得した。ヨーストレーシングのポルシェ 962C 開幕から、4連勝を記録したジャガーが、ダブルタイトルを獲得。 962C はワークスが第5戦、ルマン24時間でこそ勝利するものの、第6戦のリスリンクで WSPC からの撤退を発表。962C は BLR がノリスリンクで上げた一勝を含め2勝に終わった。1987年のルマン24時間レースにポルシェワークスは、 予選ブースト 850PS の水冷3.0リットルの935、83型エンジンを搭載したが予選時の、クラッシュで1台を失い、さらに供給されたガソリンのオクタ単価が低く、ターボエンジンのポルシェは次々リタヤ、この時ライバルのジャガー XJR-8、LM は3台とも健在で絶対絶命に追い込まれた。しかし監督のノルベルトジンガーは、 原因を突き止めて、モトロニック MP1.2 のプログラムを書き換えて、対応、気温が低く、ターボエンジンに有利な夜間になって、ペースアップを指示した。これを受けて立ったジャガーは次々に、リタイア、結果1位、2位、4位を独占した。インターセリエでは、バルターレヒナーが一生ながら、タイトルを獲得した。 スーパーカップでは2勝を挙げたワークスからエントリーのスタックが2年連続でタイトルを獲得した。チームタイトルもワークスが獲得した。キャラミ 500km では BLR のマスが優勝し、ヨーストも2から4位に入賞した。新規定へ完全移行し、956のユーザーも 962C でのエントリー切り替えたため、アルファノバに加えてトラスト。 フロムウェイノバ、アルファキュービックも 962C で JSPC にエントリーをするようになった。また、ヨーロッパの有力プライベートチームであるクレマーがレートンハウスと共に JSPC へのエントリーを開始した。また最終戦、富士 500km からシュパンがワークスオチの962から003を使用して参戦を開始した。 アルファノバの強さは変わらず2勝を記録し、同じく2勝のトヨタトムス 87C を抑えて、高橋国光が3年連続でタイトルを獲得した。1988年の WSPC は、ジャガーとザウバー・メルセデスのタイトル争いに終始し、カスタマー 962C は未勝利に終わった。ワークスが第5戦、ルマン24時間と第10戦、 富士 1000km に、スポット参戦したが2レースとも2位に終わった。チームタイトル争いでも、ヨーストの3位が最上位だった。ワークス仕様の 962C、クレマーレーシングの 962C1988 年に、ポルシェワークスは、世界選手権に出場しなかったが、ルマン24時間レースには3.0リットルの935、83型エンジンに、 デジタル化されたボッシュモトロニック1.7を搭載したマシンを持ち込んだ。下級圧を高めた予選用のセッティングでは、出力が 950PS とも 1000PS とも言われ、ユノディエールで時速 394km を記録するなど、十分以上の戦闘力があることを見せた。予選では、ワークスの17、18、19号車が1から3位を独占。 特に17号車は、ルマンで、それぞれ5勝のデレック・ベル、3勝のクラウス・ルドビック、2勝のハンス・ヨアヒム・スタックが登場する、エースマシンであった。レースは、その17号車がリードする展開となるが、6位スタートの、ジャガー XJR-9LM の2号車が、オープニングラップだけで4台を抜き2位に浮上し、17号車を追撃、18号車がこれに続いた。 しかし17号車は3時間目に燃料ポンプにトラブルを起こし2周遅れの8位まで交代してしまう。4から9時間目にかけては18号車がレースを支配。その後ジャガー2号車とのトップ争いとなるが、18号車は深夜3時にリタイア。トップに立った2号車を序盤のトラブルで遅れた17号車。 ジャガー1号車が追う展開となるが1号車は朝になってリタイア。ジャガー2号車と17号車の一騎打ちとなった。2号車と17号車の後続を大きく引き離しての戦いは6時間にわたって繰り広げられたが2号車に逃げ切られ、17号車は2号車と同一周回の394周を走って2位。3位には385周を走った。 ヨーストレーシングの8号車が入った。インターセリエでは、ヨッヘイン・ダウアーが3勝を挙げ、タイトルを獲得。スーパーカップでは 962C ユーザーは、ザウバーのジャンルイ・シュレッサーにタイトルを奪われ、ヨーストのボブ・オレックのランキング2位が、最高成績だった。しかし、チームタイトルはヨーストが獲得した。キャラミロメートルでは、ヨーストのオレック、フランク・イエリンスキー、 ウェインテイラー組が優勝した。11月にはアメリカで、インスサ GTP とグループ C の対抗戦、ワールドチャレンジオブタンパが開催され、ヨーロッパからはブルン、クレマー、RLR、ゲプハルトが参戦しブルンのオスカーララウリ、マッシュもシガラ組が2位に入賞した。アルファ、ノバ、トラスト、フロム A ノバ、クレマー、シュパンの5チームが 962C ユーザーとして、 JSPC に参戦した。クレマー、シュパンはシーズンを通して2台をエントリーさせた。トラストは、ジテ・ポルシェにマシンを切り替え注目を浴びた。全水冷3.0リットルエンジンが JSPC のユーザーにも供給されるようになり 962C の競争力は大幅に向上、日本メーカーを圧倒した。最終戦 WEC ジャパンを除く全レースで優勝し、 最新スペックの962から132を使用するフロムウェノバが参照を上げ岡田秀樹がタイトルを獲得した。フロムウェノバは WEC ジャパンでボールポジションを獲得、決勝でも4位入賞しヨーロッパのトップチームと遜色のない速さを示した。1989年の WSPC 第6戦、ドニントンを走るスイスチームサラミンの962、 C。このマシンは16位でゴールした。ザウバー・メルセデスが抜きんでた強さでダブルタイトルを獲得した。ポルシェはワークスチームを派遣しなかったが、ヨーストと共同でワークスマシン962から011を開発した。標準的な962シートの違いは、オイルクーラーのフロントへの移設、リアウィングの独立化、フロントフェンダーにルーバーを追加。 ヘッドライトの円形4等から角形2等への変更、等。011の競争力は高く、第2戦ビジョンで 962C に、約2年ぶりの優勝をもたらした。その後も第4戦ブランズハッチ、第7戦スパで2位に入るなど活躍し、ジャガー、日産、トヨタを上回るシリーズランキング2位に食い込み、ブルーンもランキング3位に入る活躍を見せた。 1989年のルマン24時間レースに、ポルシェはワークスチームを派遣しなかったが、ヨースとブルン、シュパンにマシンを放出。特にヨースとは、ノルベルト・ジンガーがチームを指揮し、ブルン、シュパン、クレマーにも、ポルシェからエンジニアが派遣され、カスタマーの支援を行った。決勝レースでは、予選後イスタートのヨースとの9号車が、トップグループでレースを進め、 一日目夜には、数時間にわたって、首位を改装した。その後、深夜に、冷却水漏れがあり交代したが、三位でゴールして、表彰台を獲得し、これが、ポルシェ税最上位となった。962C はこの年のオルマンに、計17台出走。5台が完走し3台が、トップ10入りしたが、ポルシェの供給した、ニュースペックエンジンに、トラブルが、相次ぎ、 シュパンの33号車、クレマーの10号車、RLR の14号車が炎上、リタイアした。インターセリエでは2勝を挙げたレヒナーが2年ぶりにタイトルを獲得。スーパーカップでは、ウォレックが3勝を挙げ、タイトルを獲得した。ヨースとも4勝を挙げ、チームタイトルを獲得した。百八十九年は、前年の5チームに加えて、アルファキュービックが復帰し、 1986年の WSPC チャンピオンチームのブルンが、ジアルファとのジョイントで JSPC に参戦した。アルファは、ノバと、透明スポーツから2台をエントリーさせ、クレマーとシュパンは1台エントリーに切り替えた。アルファキュービックはクレマーの旧車を使用した。1989年の JSPC は混戦で2勝、以上を挙げるチームはいなかったが、 台風の影響で12月に順延となった最終戦、鈴鹿1 0 0 0トルを制したアルファノバの高橋国光が2年ぶりにタイトルを獲得した。リチャードロイドレーシングの 962C 自テ、ブルーンモータースポーツの 962C ポルシェからヨーストに3.2リットルエンジンを搭載し空力が改良された962から012、962から01オン。 の2台のワークスカーが供給されたが、これはカスタマーチームからの開発継続の要請の声に応えたものであった。3.2リットルエンジンはシーズン後半の第6戦ユルブルクリンクから JSPC では第4戦鈴鹿 1000km から各カスタマーチームに供給された。1990年の WSPC には要素と、 はじめ旧チームが 962C で参戦したが、前年同様メルセデスが強く、ダブルタイトルを獲得。またジャガー、日産も強く 962C 勢の、表彰台獲得は、第8戦モントリオールでの RLR の3位一度だけに、終わった。ジアルファレーシングの 962C1990 年の、ルマン24時間レースにヨースとは6、7、8、 9号車の計4台の 962C をエントリーさせた。このうち7、8号車はポルシェから供給された3.2リットルエンジンが搭載されたワークスマシンであった。しかし8号車は予選中にクラッシュ、使用不能になってしまったことから、ヨースとは9号車に8号車の使用可能なパーツを移植し、急遽9号車をワークスマシンに仕立て上げた。 ブルンモータースポーツは15、16号車の2台の 962C をエントリーしたが、この年からユーノディエールに試験員が設置されたことに対応し、コーナリングスピードを重視。ハイダウンフォースのショートテール仕様に、アンディアルチューンの3.2リットルエンジンを搭載して、ルマンに乗り込んできた。予選ではそのブルン16号車が2位に入り、 日産勢の予選上位独占を阻む活躍を見せた。ブルン16号車は、決勝でも、終始、トップグループを走り、二日目昼には一周前を走る、トップのジャガー3号車を、ラップ、同一周回に戻すなど、大健闘を見せるが、レース終了わずか15分前にエンジンブロー、リタイアした。ヨーストは、ワークスマシンである七号車の六位が、予選最上位で、 決勝でも7号車が4位に入賞するにとどまった。962C 最上位は日本からエントリーしたジアルファレーシングで大きなトラブルもなく走り切り3に入賞。ルマン初出場でいきなり表彰台を獲得。日本のチームで初めて総合成績でルマンの表彰台に上がることとなった。この年のルマンには計18台の 962C が出走。 14台が完走し、5台がトップ10入りした。インスタ GTP クラスにおいて、ポルシェ962は1985年から1987年まで3年連続で、メーカー、ドライバーのダブルタイトルを獲得するなど、圧倒的な強さを誇っていた。しかし、1988年になって、日産が8連勝を記録するなど競争力を、 大幅に向上させ、ポルシェは、メーカータイトルこそ獲得するものの960に、優位の状況は失われた。また、9月に、インスタ GTP において、ワークス的存在であった、ホルバートレーシングを率いるあるホルバートが、ヘリコプター事故により死亡。ホルバートレーシングは1988年限りで、活動を停止した。1989年は、 バスビーレーシングの962が日産ジャガーを相手に2勝を挙げたもののバスビーは1990年からマシンをポルシェから日産に変更する決断をした1990年にはフルエントリーするポルシェユーザーはダイソンレーシングのみとなったポルシェはダイソンをセミワークスとして支援したが日産 ジャガーに加えて初勝利を記録したトヨタを含めた3、今日の前に苦戦が続いた。しかしインスサは、ポルシェユーザーの救済を目的に、第10戦シアーズポイントより1991年からの新規定を前倒しで施行した。これによって、ダイソンの 962C は競争力を取り戻し、第14戦単パでようやくシーズン初勝利を挙げた。 クレマーからエントリーのベルント・シュナイダーが5勝を挙げ、タイトルを獲得した。アルファ・ノバのポルシェ 962C1990 年の JSPC には、アルファ・ノバ、シュパン、トラスト、フロムウェイ・ノバ、RLR、ジ・アルファに加えて、アルファのチームオーナーの千葉・安室根が、タイサンインターナショナルを結成し自社運営、自社メンテナンスで JSPC に参戦した。 前年同様8台もの 962C がエントリーしたが力をつけてきた日本メーカーの前に未勝利に終わった。ドライバーランキングでもトラストのジョージ・フーシェの5位が最上位だった。WSPC は3.5リットルなエンジンを使用する新レギュレーションに移行した。ターボエンジン仕様のマシンにはウェイトハンデが課せられ、 962C も前年より 50kg 増の 950kg でシリーズの参加が認められた。ヨーストは主戦場をインスサに移し、スウィックはルマンを含む数戦の参加にとどまった。すでに球体化していた 962C は新規停車に歯が立たず、開幕戦、鈴鹿、第5戦ニュルブルクリンクのクレマー。 第7戦メキシコでのサラミンのサニーが最高順位だった。トラストレーシングの 962C1991 年のルマン24時間レースには12台の 962C が出走。しかし松田、メルセデス、ジャガーの優勝争いに加わることもなく、レース序盤にブルンの17号車が上位を走ったのが目立つ程度であった。 結局この年の 962C は、ヨーストの58号車の7位が最上位で95、956、962C は1982年のルマン参戦、開始以来常に獲得してきた表彰台の座をついに逃した。1991年にはダイソンに加え、ヨーストがインスサ GTP に本格参戦を開始した。そのヨーストが開幕戦、 デートな24時間で優勝を記録した。しかしその後は、日産、ジャガー、トヨタに対して劣勢で、またシボレーの支援を受けるイントレピットも上位に食い込む、活躍を見せたため、前年同様1勝を挙げるに止まった。ヨーストからエントリーのシュナイダーが5勝を挙げ2年連続で、タイトルを獲得。ヨーストは、ジョン・ウィンターも2勝を挙げ、シリーズ全勝を成し遂げた。 競争力の低下した 962C のエントリーは減少し、シーズンを通して参戦したのはトラストの一台のみであった。対戦もフルエントリーしていたが、第2戦、富士 1000km でのレースアクシデントの後、JSPC から撤退した。第5戦、菅尾の雨の予選でトラストがボールポジションを獲得したの目立つ程度であった。 ADA エンジニアリングの 962C 時点2台エントリーのクレマーを筆頭に5台の 962C がエントリーした。962税最上位でゴールしたのはクレマー51号車で総合7位の成績だった。1992年にインスタ GTP にフルエントリーしたのはヨースト1チームだけであった。 ヨーストは 962C に特に空力面で積極的にモディファイを行った。しかし日産、ジャガー、トヨタ、シボレー、マツダのワークス勢の層は厚く、開幕戦、レートナ24時間で、スポット3戦のシュパンが、第3戦セブリング12時間で、ヨーストがそれぞれ3位に入ったのが、シーズン最高成績で962。 962C は1984年のインスタ GTP 参戦、開始以来発の未勝利に終わった。ヨーストからエントリーのララウリは4勝を挙げたが、クレマーが制作した 962C のスパイダー仕様、CK7 オカルマヌエル・ロイターも同じく4勝を挙げ、ロイターがタイトルを獲得した。ヨーストレーシングの 962C3 大エントリーのクレマー、 二台エントリーのヨーストなど七台の 962C がエントリーした。燃費規制が撤廃され、エアリストリクターを使用して、性能調整が行われた。962C 税最上位は、オーベルマイヤーで総合7位、C にクラス3位の成績だった。1992年に引き続いてポルシェからは、ヨースト1チームのみが、インサ GTP にフルエントリーした。 1993年のインスタ GTP にワークスチームを送り込んだのはトヨタのみだったが、そのトヨタが欠場した第8戦ロードアメリカで、ヨーストは91年デートナ以来の優勝を1-2で飾った。ヨーストからエントリーのロイターは1勝を挙げるにとどまり、クレマー CK7 に乗るジョバンニラバッジがタイトルを獲得した。 ルマン・ポルシェチームのダウアー 962LM1994 年のルマン24時間レースにはポルシェ 962C そのものであるダウアー 962LM が非常に有利な GT1 クラスで出場した。GT1 は市販されていることが条件だが台数規定がなかったため1台を行動で走行できるように登録することでホモロゲーションを取得したものである。 物議はかもしたが、レギュレーション違反とは言えず、総合優勝した。グループ C 消滅後、全日本 GT 選手権仕様に仕立て直し、1994年シーズンから、チーム対戦より出場した。ドライバーは1992年の全日本 F3 選手権チャンピオンで1990年のルマン24時間レースで3位の、経験もあるアンソニー・レードと、 モテギ・カズオであった。当時の JGTC は、スタンディングスタートであったが、本来、グループシーカーは、ローリングスタートしか想定しておらず一足ギアが、設定されていないため、決勝では、スタート時に出遅れることがよくあった。その他にも規定を満たすべく 300kg のウェイトを、積んだり、吸入口に、リストリクターを装着したため、本来のポテンシャルを発揮できなくなっていた。 初戦ではタービンがサージングを起こしてタービンブローし長時間のピットインを余儀なくされている。しかし第1戦、第3戦の富士スピードウェイにおいて予選でボールポジションを獲得し第3戦では優勝している。この勝利がポルシェ 962C にとって最後のメジャーレースでの優勝となった。ライバルである国産ワークスチームのタイムが マシンの改良によって早くなる中で 962C は蒸気のようにレギュレーションによる規制による制限事項が多くそれ以上のタイムアップが困難であったのでタイサンは 962C での参戦を初年度の1994年限りで中止し翌年からはフェラーリ F40 で参戦しているこの 962C は最近まで チーム対3監督の千葉康常の自宅に保存されていた。962の最初の行動使用者は、ケイニ2ヒが製作した C62 で、1991年にドイツの道路交通法に合致させた。3.4リットルに排気量を拡大し、モトロニックシステムで出力 800PS だったという。1992年に DP モータースポーツが、 dp62 を制作した。これは、ヘッドライトの仕様変更や3.3リットルツインターボエンジン搭載、等の改造を受け3台制作された。その他バーニシュパンのシュパン 962CR、ダウアーシュポルトバーゲンのダウアー 962LM がある。日本国内のヒストリックカーイベントでたびたび目にできる、エムズ・バンテック・ポルシェ 962C も、ターボを、 ポルシェ 993GT2OKKK、OK、製、K26 ハイブリッドタービンに置換し、エンジン制御も、ボッシュ製、モトロニック MP1.2 からモテクム48に変更して、燃料噴射、点火時期、下級圧などを任意に変更できるようにしてあり、タイヤも、前後同サイズの18インにしてあり、日本のナンバーがついている。ありがとうございます。